ちは、ボーです。本日は西陣のシブシャンカルというカレー屋さんに行ってきたので紹介したいと思います。場所は西陣駅から徒歩5分くらいのマックスバリューの近くにある飲食店街の中にあります。シブシャンカルは実は3店舗もあって、西陣付近に2店舗、福岡大学の地区に1店舗と、なかなか地域に根付いているカレー屋さんです。しかもここのカレーはそこまで辛くなく、とっても日本人好みの味ということで、久々に食べたくなったので行ってきました。前回は西陣商店街の中にある中西商店街側の店舗に行ってきたので、今回は西陣商店街側とはちょっと離れてはいるけど、西陣駅には近い店舗に行ってきました。さて、本日はいろいろと種類がありますが、どうしてもチーズナンが食べたくなったので、チーズナンにポークカレーを注文です。最初にラッシーとサラダと冷製トマトスープがやってきました。ラッシーは1回だけおかわりできます。この時点でかなり太っ腹。トマトスープは飲み放題らしいです。しかも想像しているトマトスープとは斜め上の味、甘いんです。めっちゃくちゃ不思議な味で、私は嫌いではなかったです。しかし好き嫌いが分かれそうな味でした。さてさて、カレー来てびっくり。前回来た時は普通のナンだったので気づかなかったんですが、チーズナン、チーズがめっちゃたっぷりというか、溢れんばかりの量でついてきました。これ一人で食べれる量ではありません。しかし本日はお客さん、私一人だけです。残すなんて失礼なことはなかなかやれませんでした。ということで、しっかり食べます。量が多い時ってどうしてこう食べるスピードが速くなってしまうんですかね。不思議です。ということで、チーズナンは手でちぎるとチーズが多すぎてめちゃくちゃ伸びます。切れません。お味は最高にうまい。ポークカレーもちょうど良い辛さで止まりません。はっきり言ってうますぎる。大好きです。しかもラッシーが飲みやすいんですよね。カレーの合間にラッシー飲んでると辛さが緩和されて、またカレーがすぐ食べられちゃいます。はっきり言って私には量がめちゃくちゃ多くて死に物狂いで食べきりましたが、男の人とかは満足の味と量だと思います。チーズナンは4つ切りになってたんですが、4つ目の記憶あんまりありません。量が多すぎてめっちゃ詰め込んでました、口の中に。というくらい量が多くて美味しくてうまいカレーなので、ぜひ皆さんも行って食べてみてください。では。